第2ステージの横浜ダービーマッチから。フリューゲルスのエドゥがファールを受ける。審判は誰がやったのか確認を取る。そしてファールをした選手を審判が呼びつける。呼ばれたのはマリノスの山田、そしてイエローカード。しかしこの判定に相手チームの選手までもが混じって審判に抗議。実はこのファールはマリノス山田ではなく背番号10番の三浦だったのである。しかし判定は変わらず、山田無実の罪を訴えながら次の試合出場停止となる3枚目のイエローカード。ああ、無情のイエローカード。 Oh my God.